パドレスのダルビッシュ有投手37は、19日日本時間20日に敵地で行われたブレーブス戦に先発し、7回を2安打無失点で抑える好投を見せ、今季4勝目を挙げました。これにより、彼は日米通算200勝を達成し、史上3人目の快挙を成し遂げました。ダルビッシュ投手は当初、前日18日同19日の同カードで先発予定でしたが、雨天中止となりスライド登板。 それにもかかわらず、ベテランらしい安定感で強力なブレーブス打線を抑えました。試合後のインタビューでは、穏やかな表情で語り、大谷選手の中継をやめてダルビッシュ選手の200勝を報じた NHK に対し、大谷君のやつをやめてまでと、中継の NHK への気遣いも見せる場面も、日米通算200勝を達成した今の気持ちは特に実感はないですが、アトランタでいいピッチングができて。 ダダブルヘッダーの中ででで7イニング投げることができてよかったです。早く達成して楽になりたいと話していましたが、NHK さんが生中継をしてくれていて、大谷くんの試合を中断してまで放送してくれているので、今日でなんとか決めたいという気持ちはありました。圧巻のピッチングの要因は何でしょうか、1日遅れたことで体の力はあまりなかったですが、変化球が良く、カーブも途中から良くなりました。 いいななををミックスししががららううまままく相手のの集中力をそすすことができました味方打線の奮闘についてはどう思いますか自分の200勝についてはみんな知らないと思いますが前回のカードで3連敗していたのでこうして2連勝できてよかったです第一戦で活躍してこられた柱は何でしょうかプロに入った時にいろいろありましたがファイターズやファイターズファン日本全体が優しく育ててくれたことが自分の基盤になっています 感謝を忘れずにやっていますキャリア後半で輝いている要因は何ですか栄養管理やトレーニングをしっかり行い健康に気をつけていることだと思います異業についての感想はこれでほっとできました次は201勝を目指して明日からまた調整していきたいです他の選手から兄のようだと言われていますがこれからどんなピッチングを目指しますかなるべくイニングを稼いで中継ぎの方々がしっかり休めるように 監督や首脳陣から信頼してもらえるピッチャーになれるよう頑張っていきたいです。